はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、本日はですね、9月の30日、えー、月曜日になっております。いやー、9月ももう終わりですね、ということで、えー、明日からはですね、すでにもう10月の一日です。今年あと3ヶ月ということでね、えー、頑張って生きていこう。私もバンコクで頑張っていこう。みたいな感じですけども、ね、えー、まあ、月もね、また変わります、えー。シーズンも変わります。季節,季節もね、えー、変わりますので、えー、皆さんね、頑張っていきましょうね、っていう感じなんですけどね。 まあそういったようなことを思っているんですけども、もうこんなようなね、提灯記事が出ると本当にね、はっきり言いますけど、胸糞悪いね、みたいなね、話も出ておりますね。まあ例の悠仁さまの東京大学進学問題ですけども、ここぞとばかりにね、えー、あの例の赤門ネットワークさんの署名活動をね、貶めるような発言をしているような話が出てきておりますね。 まあ、どこかと思ったらさ、やっぱりあえらか、みたいな感じですけどね。まあ、この記事の内容を見るとですね、えー、それこそね、武田つねやすさんが喜びそうなね、内容がいっぱい書いてありますけどね。まあ、そういったことを全くもってですね、嘘ばっかりしこの記事ね、えー、っていうようなことをね、皆さんにお伝えするとともにですね、もうこれはね、こんなような記事あげられるとぶったぎざるを得ないというかですね、もう言わざるを得ないといったような話なので、 えー、皆さんともね、えー、気持ちを共通認識していきたいなというふうに思っております。最後までご覧ください。はい、えー、ということで今言いましたよね。まあね、やっぱりどこがこの提灯記事書いてるんだなと思ったらやっぱりね、あえらだったみたいな感じですけどね。本当にこのあえラっていうさ、えー、記事に関してはもうことあるかごとにですね、こんなような出かせ言ってるよねみたいな感じですね。 まあ、あの、先ほどね、言いましたように、この悠仁さ様の東京大学進学問題に関して、まあ、赤門ネットワークさんがね、一番最初にチェンジ .org で、進学反対だよというようなことで、署名活動されましたよね。まあ、その時にコミュニティラインに引っかかっているということで、一方的にチェンジ .org の方から中断させられた。 皆さんもよくねご存知だと思いますが、まあ、そして今現在はねボイスの方でまだ署名活動を行っておられるわけなんですけどもその中断させられたねこの署名活動を引っ張り上げ,引っ張り上げてきてですねもうとにかくねこんな署名活動許されないみたいなことを言ってる人もいるしねここぞとばかり吠えてる人があの例の川西さんだよ名古屋大学大学院のね 全くもってね、ほんとこれぞとばかしに言ってるよね、この人もね。川西さんね、こんなことばっかり言ってるから、もうコロ,コロ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 意見変えて言ってるからね、叩かれますよ、またね、っていうような話ですけどね。はい、で、今ご覧になっていただいてる通りね、まず、えー、このね、反対騒動っていうかね、まあ、特にこの署名活動もそうなんですが、この異常事態はなぜ起こったか、なぜ起こったって言ったって、それだけのさ、 確固たる事実があるわけでしょだから怒ってるわけですよ。ね <laughs>。何を言ってるんですかねこれね。で、ええ、ま、まずね、やっぱり述べられているのが、ええ、この赤門ネットワークさんの署名活動。まあ、一時はね、12,500筆ぐらいまで伸びましたけどね。そして、そして、ここに書いてある通り、物議を醸したのは、被災者様が東京大学に特別扱いで入学するとの情報に基づき、1万筆を超えるネットでの反対署名活動。 異常な事態はいつまで続くいつまで続くって続くのは当たり前でしょうと。ね、まあ。はっきり言っていつまで続くっていうのはですね、悠仁様が東京大学入学やめるまで続くわけですよ。これさ、実際にですね、いつまで続くっていうふうに聞かれてもですね、このまま本当にですね、推薦入学制度を使って悠仁様が東京大学に入られるということになったら、入られた後もね、続くわけですよ。ね、皆さんそう思いませんか これ別に入学したからじゃあそこで終わりっていうことじゃないよね。本当にこのままね、突き進んじゃうようであれば、例の筑波大学附属高校の定型校進学制度の問題とともにずーっと言われるわけですよ。いつまで続くって終わらないんだよ。このままだとね。だからやめなさいっていうふうに言ってるわけでしょ。はい。でですね、そういったことに関して、まあ、この黄色でね、書かせてもらった通り、こんなこと言ってるわけよ。署名の文章には、 まあ、真偽不明の情報や個人を中傷する内容が含まれていた。まあ、確かにね、例えば、例のね、ずるい人といったような表現も最初入ってたわけだよね。でもそれは、えー、そのサイトのね、運営者から指摘されて、えー、例えば今現在のボイスのメッセージに関、あの署名活動に関しては、そういったものが入ってないしね。それはさ、人間だからさ、まあ、何でもかんでも書いてれば、そういったような多少ね、 え厳しいような表現もあるかもしれない。でも、そういったことに関して、赤門ネットワークさんは真摯に受け止めて、修正もされておりますよ。ね。一方的に中断したのは、チェンジ・ドット・オルグの方だよね。はい。えー、といったようなことに関して、もうね、こんな中傷してるね、えー、署名活動はとんでもない、みたいなことを言っているわけ。で、下に書いてあることも全くもってイライラするけどね。秋篠宮家の交流のある人物、これ誰だよ。 こんな人間いねえだろっていうふうに私なんか言いたいですよね。本当にいるんですかこの人物。誰だよだ,だったらもしね、本当にこんな人物いるんだったら名前出せよみたいなね。私だって顔出してるよみたいな話なんだけどね。ねえ、紀子様もご本人、すなわち悠仁様も非常に頑張っていらっしゃるが胸を痛められていることでしょう。そばにいる人間の方が辛くなります。この アクションの宮家と交流のある人がそばにいて辛く思うんですって、誰だよって話だよね。でもさ、貴子様に関してでもね、つい先日もなんか海鮮丼食いに行ってるでしょなんかさ、ニコ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 ,ニコしながら、こうやって一生懸命ね、アピールで椅子を持って、揚げ句の果てに海鮮丼食って帰ってきたみたいなね。どこがだよみたいなね。<laughs> ね、どこが胸を痛めているんだよみたいなね。そういったようなことをお見受けしますけどね。どうなんですか まあこういったようなことでまあ同情をあおるようなですね文面も記されているわけですよ。誰だよこの人物。いねえだろこんな人。っていうふうに私は思いますけどね。そして、え宮内庁はいかんかというとですね。まあこれはもう皆さんもご存知の通り、個別の署名活動についてコメントはできないとね、ずーっと言っておりますよね。まあこんなようなね、提灯記事がバカバカ書かれるよりも、何にも言わない宮内庁の方がまだマシかなみたいなことを思いますけどね。 はっきり言ってね。はっきり言って本当この提灯記事、ね、嘘ばっかしだもんね。で、それからね、この嘘いろいろ言ってきますけどね。はい、えそういった中でね、はい、川西さん出てきましたよ。ということでね、こんなこと言ってるんだよね。本当にこの川西さんもね、ね一貫性がないというか、あっち行ったりこっち行ったりいろんなことをねえ、この記事はなんかいいこと言ったなと思ったら、またこんなようなね、提灯記事持ち上げるようなこと言ってるしね、本当にね、一貫性がないよね。 ブレブレだよね。この人はっきり言ってね。こんなこと言ってますよ。ここまで世間がヒートアップした原因は秋篠宮家とそれを制御できない宮内庁にあります。まあこれはね、一部ありますけどね。問題はここから。しかし高校生を相手に個人攻撃のように避難をするなど、憶測をあたかも真実であるかのように世間に発信した大手署名サイトの投稿は当然許されないことです。そしてさらに、 えこうした投稿に食いついて記事を乱発したメディアも問題であったと思うって言ってるわけですね。川西さんがね。相変わらずこんなね、わけわかんないこと言ってますね。ま、いね。今言ったように、憶測をあたかも真実であるかのように世間に発信したこの署名サイトって言ってるわけですよ。これ何をもって言ってるんですか川西さん。何が憶測をあたかも事実というふうに言ってるんですかそれを言ってくださいよって、中身を言えよって感じだよね。 ただこのさ、憶測をあたかも真実であるかのように言っている、頭が痛いって言っていた人は西,西村長官だし、ね、えー、公職大部じゃないですか。吉田公式職大部だったですよね。その表現,表現をそのまま持ってきて言ってるだけでしょうと。じゃあ、何が、具体的に何が憶測をあたかも真実で言っているんですか特にこの赤門ネットワークさんの署名の中で何をそういったことを言ってるんですか具体的に示しなさいよ。准教授でしょ ととといいいううここだだ思まますけどねね、まあそっったことを言ってるんだよ、ねまあ、例えばですけど後からまた言いますけどねあの作文の氷説問題だって海外のサイトにあんだけね言われてね事実でしょいまだに佳作返上してないよね5枚の図書券も返上してないよで東大の今回の推薦入試に関する募集要項だってあたかも忖度でしょ国際会議に参加したこれによって推薦要件を満たすそんな人悠仁さま以外に誰がいるんだよ みたいな話だとかね。国際、それをもとにした国際昆虫会議。何なんだよ、あれって。別にさ、参加してねえだろって。ただ単に見に行っただけだろ。みたいなね。こと、あれを思って参加とするんですかそして、マスゴミ君たちはですね、あたかも久仁様が発表されたのごとく記事を書いてるしね。そして、えー、続くマスゴミ君たちも、もう次から次と提灯記事を書いてるような次第でしょ。 な、そして、じゃあ、例えば、お茶の水大学附属幼稚園のあの忖度入園、あれどう、事実でしょ、全部。こういったような事実を言っているにもかかわらず、ね、あの、赤門ネットワークさんのね、えー、その署名に関する、署名活動の詳細に関しても、こういったような事実を元に書いておられますよ。それに対してですね、何々、えー、憶測をあったかも真実であるかのようなことをね、広げているみたいなね。どこを言ってるのね、川西さん、おそらくね、 見てないよね。特にこの赤門ネットワークさんのえこの詳細な記事ってすごく長いじゃないですか。それこそね、A4 ページにしたら4枚か5枚ぐらいになるような分量をね、いろいろお調べになって書いてるので、読んでないよね。はっきり言ってね。川西さん。私そう思いますけどね。まあそんなこと言ってるんだよね。もう相変わらずあっち行ったり、こっち行ったり、ブレブレ、ね、ブレブレ准教授だよね、この人ね。はい、えー、そういったようなことだとか、あとはね、この記事の中でも、 また、やっぱり書いてある。そして川西さんも言ってるけど、この下に書いてある通りですよ。まあ今言ったような内容だけどね。例の定型校進学制度が、被災者様のために設立された制度だの指摘。まあこういったような噂が世間に拡散され、真実を受け止めている人も少なくないと見られる。みたいなことを言ってるんだけどさ。被災人 低傾向進学制度、確かに、久人様が入学した時に、低傾向進学制度を同じように使って入学した人がいるけど、それって助さん、賀来さんじゃねえのみたいなことでしょでそれを思って、久人様のために設立された制度じゃないのあ完全に久人様のために作られてるでしょうとで。さっき言ったお茶の水大学附属幼稚園なんか、あたかもそうだよね。わざわざ、え女子の研究員に対して優先的に入園させる。そして、え 学習院でさ、研究すればいいものをわざわざお茶の水大学付属の大学でね、お茶の水え大学、女子大学でね、研究員になられて研究していたのはどなたですか紀子様でしょそしてその制度がいきなり作られた。これをもってですね、事実じゃないって言うんですかもう全くもってね、ひどいわね、この提灯記事ね。はい、えー、で、まあ、嘘言ってんのこの提灯記事そのものじゃんみたいなことでしょ嘘だらけでしょこの記事。 はい。で、次のページね。もう本当いい加減にもう頭くるよな、ね、はっきり言ってね。はい、えー。で、そういったようなことに対して、まあ、ここら辺のね、一番え2ページ目のね、この上に書いてあることは確かだけどね、宮内庁と秋篠宮家の国民に対する向き合い方を見直すことが重要。まあ、すなわちね、 えー、そういったようなちゃんと説明責任を果たして果たしなさいっていうことだけどねでもこんなことはさもうそれこそ何年も前から言っているような話でしょ今更持ち出すようなことでもないよねはっきり言ってね、まあ、当たり前のことなんだよ今となってはねもうここ数年ずっと言ってるわけですよ国民がずっと要求してるわけですよでもそういった説明責任を果たしていないのは誰なんですかっていうようなことよねそして えー、国民から持ち上がったこういったようなね疑念に説明をせずくすぶり続けたものが批判的な視線につながっている、まあ、これはその通りなんだけどね、えー、膨れ上がった不信感が悠仁さまを襲うことがないよう大人たちの対応に期待しましょうちゃんちゃんみたいなことであえらとっと終わってるんだよね結局は赤門ネットワークさんを悪者にしてですね大人の対応に期待しましょうみたいなことで終わらせてるんだけど これ大人の対応ってさ、大体そういったような悪い対応をしてる大人は誰なんですかって話でしょ湧きの宮夫妻。特にキーキーキー子様なわけでしょだからそういったようなことを批判してるわけだよ。にもかかわらず、何々、大人たちの期待ってこれ誰のことを言ってるんだよみたいなことね。結局さ、この記事を全体を通して見てもですね、悪者にされてるのは赤門ネットワークさん。この署名活動なわけですよ。ね。なんかさ、こういったようなほんと超鎮記事ね。 もうはっきり言ってさ、こんなものをね、誰かが書かせてるでしょ、あえらさんっていうふうに思うよね。まあさすがにね、あえらというような記事だけどね、あたかもあえら、やっぱりまたあえらの歌謡みたいなね感じですけど、今回の記事なんかさ、まあ提灯記事というか完全にこれ、あえて言うけどね、も、ま、う、あ、私の想像ではあるけど、でもこんなもん書かせてるよね、誰かが。っていうふうに思わざるを得ないよ、はっきり言ってね。 もうここまでね、なんかね、嘘800並べられるとね、本当にイラつきをね、完全な提灯記事、そして印象操作目的をしたね。ね、先ほども言ったように、ああ、紀子様大変ですね、久人様大変ですね、頑張ってください、みたいなね、そういったようなこと、なんかね、もう心を痛められているんですよ、みたいな話、同情論を持ちかけて、そして赤門ネットワークさんが、なんかさ、もう非常なね、 どうもうななんか悪人みたいなことを言ってるわけでしょ未成年をいじめてみたいな。悠仁さんはもう成年だよみたいな話なわけですよね。高校生と言ったとしても今現在民法上で成年として認められたわけでしょ。だから来年ですねえ。もうだってさ、もう高校卒業するのもすぐでしょ。もう10月だよ。来年の3月。もうあと半年したらさ、高校卒業されるわけですよ。そういったような成年なわけでしょ。それをもってなんかいじめてるみたいなね。 ことを言ってるわけだよね。どう考えたとしてもこの記事をそのまま読めばですね印象,印象をね植え付けられちゃう完全な印象操作の記事の提灯記事というようなことですよね。まあ全くもってこんなこと言ってるんですね。まあいつものごとくなんですけどもやはりマスゴミ群なマスゴミくんなわけだよね。 誰に書かされてるか知りませんけど、まあ想像はね、当然つきますけども、そういったのに,に加えて、この先ほど言ったように、もうあっち行ったりこっち行ったりの、ね、えー、もうブレブレの川西准教授がここぞとばかりに言っているみたいな話ね。まあそういったようなことなんですけども、記事の中身はね、そういったような非常に胸くそ悪い記事なんですけども、まあやっぱりね、この記事ね、これヤフーニュースにも載っかってたんで、ヤフコメがついているわけですよ。私もね、 サムネイルに書かせてもらった通りこういったような提灯記事に関して真実を言っているのは実はヤフコメだけということで次のページやっぱりいっぱいねこの記事に関してもヤフコメついておるんですけどもまあちょっと代表的なところをね23紹介させてもらいます上からね幼稚園入学や高校進学で特別な制度ができて悠仁さまが利用してきたのは事実そうですよ事実ですよ えー、そして東大農学部の募集要項に今年から国際会議への出席が加わったのも44年ぶりに日本で開かれた国際昆虫会議、えー、なのに開会式だけ参加して起用されたのも事実全部事実だよね先ほど私が言ったことと同じことをこの方も言われている事実だから言っているっていうだけですよ後付けのほかために多くの人力多額の寄付金ね これは例の寄付金ジャンプの話もありますよ。そして改修工事と今現在東京大学農学部においては、これも既に暴露されておりますけども、改修工事が進んでおりますよね。もともとは農学部の校舎はね、今現在古くてしょうがないんだけど、この被災人様がもしかしたら推薦で入られるかもしれない。そのタイミングにおそらくはこの寄付金ジャンプのお金使ってね、改修工事してるんじゃないんですかみたいな話もある。全部事実でしょ はい、えー、そういったことで、ここまで来たら、まあ、叩かれまくっても仕方がないかと、本人というよりは、親の責任、そうですよ。まさしく親の責任ですよ。この、あいらの記事はさ、えー、そういったようなことに関して、悠仁そを守るべく、ね、大人たちの対応に期待なんていうことを言ってるけど、期待どころがさ、そういったようなことを煽ってやってるのが、この大人の親、誤算なわけでしょ。何を言ってるんですかねっていう感じだよね。 全くもってこのアイレの記事、とぼけた記事だよね、はっきり言ってね。もう、だって大人が率先してやっているんで、私も前にちょっと言ったことありますけども、悠仁さまとしては逆にこれ、ね、被害者みたいなもんでしょある意味ね。無理やりさ、こんなことで進められてさ、周りの大人たちにこんな、ね、見事なというかね、もうこんなようなわけわからないスキーム作られてさ、無理やりね、東京大学農学部に押し込められようとしているわけでしょ 全部キーコ様が思ってることなわけでしょ。周りの大人たちが仕組んでることですよ。その大人たちに何期待できるんですかっていう感じ。だからこういったような署名活動が立ち上がったんでしょうっていう話だよ。ねはい、えー、そういったようなことだとか、皇居は御所とか普通の人が研究に利用できない場所を利用した優越的な立場で研究できた。これは例のトンボ層の論文に関してね,要はね、えー。例えば普通の一般の高校生がね、 皇居だとか赤坂御所に赤、まあ、御所だとかね赤坂御用地に入ってこのトンボ層の研究できるできないでしょうとそういったような特別な環境にも恵まれているっていう話ですよそういったような一般の高校生ができないようなことをもってその東京大学の入試にね特別なこういった権利を使って入るんですかっていう話なわけだよねもうみんな言ってること,と同じだよね結局はね はい。で、最後。これはもう私も何百回と言っておりますけど、全く同じ話ね。一般入試で受ければ公平ですよと。これで合格して入学なら国民は何も言いません。何も言いませんよ。それだったらね。どうしても東京大学に入るなら、まずは相応の実力をつけて、一般で、一般入試で入るべきですよと言われている。もうこのことは皆さんよくご存知の通りり、ね。私もいつも言ってますよね。何百回とも言ってますよ。 まあそれをこの方も言われている。全く同じ気持ちなわけですよね。まあ、現在、7、8時間勉強しているということらしいですけども、実際、本当にね、東京大学に進みたいと真剣に考えている受験生は、7、8時間どころじゃないですよ。7、8時間勉強しているのは通常の受験生だよね。通常の、例えば私立大学どこそこに入りたい。ね、例えば、マーチ。 のね、例えば明治だとか立教だとかさ、えー、そういったようなね、ある程度有名なマーチの大学ぐらいに、別にマーチがどうぞってことじゃないんですよ。でもそういったような普通のね、えー、大学に入ろうと思ったって、受験生の人は一日7、8時間勉強するでしょ。私だってもう何十年も前ですけどね。それは高校3年の時は勉強しましてよ私も一般入試を受けてね、一般の大学入りましたのでね。まあ、ほとんどそういった方ばかしなわけですよね。7、8時間勉強するなんて当たり前でしょ。 で、なおかつこれ東京大学でしょ一日18時間じゃないよ。一日20時間勉強しなきゃ追いつかないんだよ。ねえ。というようなことなわけですよ。皆さん、えー、例えば今現在、筑波大学附属ね、高校の悠人様の同級生で、それは何人もの、ね、受験生が東京大学入りたい、もしくは京都大学入りたいとかね、そういったような人いっぱいいると思いますよ。そういった人がね、一日じゃあ何時間勉強してるでしょうね。おそらくは睡眠時間。 いや減らしてさ15時間とか20時間とか勉強してると思いますよ。そうしないと受からないのがこの日本の最高学府なわけでしょ。それをもって78時間勉強してるみたいなね記事も出ておりますけどそういったようなことじゃないよ。7 8逆に言えば78時間しか勉強していないのであればその学力に見合った相応の大学の試験を一般入試で受けてそこに行けばいいっていう話ですよ。 国民は別に天皇陛下におなりになるかもしれないね。人に対して学力を求めていますか求めていないわけですよ。まあ、すべてそういったようなところに行き着くんですよね。はい。まあ、そういったようなことで、実は実はね、まあ、いつものことかもしれませんが、ヤフコメだけが真実を言っているといったことですよ。こういったような超新記事が上がると、もうこのヤフコメ欄があね、荒れるんですよね。で、今、私が紹介させてもらったようなヤフコメにはね、 だいたい90%ぐらいはこのいいねボタンがついてるんですよね。まあただね、中にはアキシンの人たちがいて、まあこういうボタンを押す人もいますけどね。でもそれはせいぜいね、5%ぐらいだよね。あとはどちらとも言えないっていうボタンが少しあるぐらい。9割以上がやっぱりこのボタンがつくわけですよ。それが国民の民意なんだよ。そういった国民の民意を上げずに、このマスゴミ君たちは提灯記事ばっかし上げてるといったこと。 そしてそれに乗っかっている川西淳教授。本当に淳教授なんですかみたいなことだよね。一旦変えます。はい。といったところで今回はね、またあえらかよみたいなね、もう超超賃記事が載ってましたのでね、えー、お伝えをさせてもらいました。で、えー、私もね、いつもね、こういった話すると皆さんから本当にね、私のチャンネルのご視聴者、ご登録をくださっている方においてはやっぱりいっぱいね、いいねボタンをもらってね、 もう98%、99%以上のですね、いつもこのいいねボタンの割合でいただいております。これもやっぱりそうだと思うんですよね。やはり私がね、こういった動画の中で皆さんにお話しさせてもらっている内容、これに同意をいただいているから、このボタンいただいていると私は思っておりますね。皆さんそうですよね。で、それだけのパーセンテージのものをもらっている、すなわちそれがやはり国民の民意だと思いますよ。ね、まあそれは私のこういったチャンネルの中の話ですけどね。 こういったようなアイラの記事みたいなところにね、このボタンを押す人が何人いるんですかっていうような話ですよ。全くもってこういったような民意を押し曲げてですね、こういった印象操作をしようとする、こういったような提灯記事。今回はアイラの記事ですけど、アイラ以外だっていっぱいありますよね。そういったようなところ、私はまあ仕方ありませんから、そういったような記事が出てくれば、当然こういったような反論の動画を上げざるを得ないといったような話ですよね。それはいつもですね、ピンクのシャツ着てさ、 はい。天皇ご一家、もしくは特にね、年宮愛子様の話したいよ。はっきり言ってね。皆さんからもそういったね、たまに、えー、年のね年宮愛子様のね、内心の殿下の話をするとね、ピンクのシャツ着て配信するとさ、えー、待ってましたっていうような人もいっぱいいるわけですよ。だからそういったような話いっぱいしたいよ。私だってね。でもさ、やっぱりこんなような朝勤、朝勤記事来たらとてもじゃないけど、黙ってらんないよね。といったことだと思います。 まあ、あの、私も最近ですね、動画の中でかなりね、えセンシティブな話もさせてもらっておりますし、かなり微妙なね、動画の再生なんかも、ね、投稿なんかもさせてもらってます。特にこの赤門ネットワークさんの署名に関してはね、署名活動に関しては、今皆さんにお伝えしている通り、私も署名しておりますしね、なのでこういったようなことを言わさせてもらって、なおかつね、やっぱりかなりね、えぇ、的な発言もしておりますので、まあ皆さんに対しては大変ね、 えー、お願いばっかりして申し訳ありませんが、ぜひ、いいねボタン、そしてですね、できればフィードバックですね、特にこのフィードバックが大変ね、えー、YouTube 等にはね、効、えー、くんですね、これをこのフィードバック、いいねボタンとフィードバックを入れていただくことに関して、私のこのチャンネルが、えー、皆さんにとっての一番のね、ご支援になるというようなことで、ぜひね、お願いできればなというふうに思います。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。